សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការរងចាំជាបន្តនៃកម្មវិធីសូមរីករាយកំសាន្តជាមួយសិល្បៈបុរាណខ្មែរដែលសម្ដែងជូនដោយលោកស្រី Yamanaka Kitomi ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីនាយកដ្ឋានរបាំខ្មែរនៃសាលាវិចិត្រសិល្បៈភ្នំពេញជាលើកដំបូងរបស់ជនជាតិជប៉ុនហើយធ្លាប់បានចូលរួមឧទ្ទិសរបាំនៅប្រាសាទបាយ័ននៃទឹកដីអង្គរផងដែរ皆様大変お待たせいたしました。続いてはカンボジア王立プノンペン芸術大学附属芸術学校を日本人として初めて卒業し、アンコール遺跡のバイヨン寺院でも王立舞踊団とともに踊りを奉納されている山中ひとみさんが主催しますカンボジア舞踊グループサカラの皆様です。カンボジア古典舞踊がカンボジア民族の誇りであるだけでなく、カンボジア、アジアの誇りでもあり、また現代社会においても大変意義のある芸術であることを信じ、日本で振興普及活動を続けています。カンボジア舞踊を一言で言えばアンコールワットに伝えられる踊りということになります。音楽や踊りは生き物ですから、今伝えられているものが当時と全く同じというわけではありません。しかし神聖な踊りとして作られたカンボジア古典舞踊は様々な戦乱をくぐり抜けて生き延び、現在はユネスコの世界無形文化遺産に登録されています。それではこの後ですね、実際に踊りの型について説明させていただきます。それでは最初に少し踊りの型についてご説明します。カンボジア舞踊は手で植物の生じる点、宇宙の循環を表しています。すなわち種を植える、芽が出る、葉っぱが出てくる、花のつぼみが出てくる、花が開く、実がなって熟して落ちるというようにです。また古代カンボジア人は蛇の持つ野生的な力を神秘的なものと考えていました。そのため衣装、アクセサリーだけでなく踊りにも蛇の動きが取り入れられています。例えば蛇が這っているポーズ、これが蛇の頭、これが蛇の尾、そしてこのように動きます。また足を上げるのはもう一つのモチーフである天女が空を飛んでいる様子を表しています。それでは次にこのような踊りの型を修練する曲をご覧いただきます。これは踊り手が日々稽古している1時間の型の修練をする曲を5分ほどに短縮したものです。まず観客の皆様と一緒に行います。この後再びですね、型のご紹介をさせていただきます。皆様もうしばらくお待ちください。それでは皆様大変お待たせいたしました。この後踊りをご覧いただきたいのですが、その前にカンボジアの慣習にのっとり
ソンペアクルーと呼ばれる儀式を行い、代々の師匠と神々にお祈りをさせていただきます。これは祖先や自然に感謝して過去と現在をつなぎ、踊りの成功とこの場にお集まりいただいた皆様の幸せと繁栄を願うものです。それではソンペアクルーお祈りの儀式に続きます。クバイバットクレイ、基本の方の曲をどうぞご覧ください。それでは皆様、ここで踊りの型を修練する曲をご覧いただきました。これはですね、踊り手が日々稽古しております1時間の型の修練をする曲を5分ほどに短縮したものです。それではまずですね、観客の皆様と神々へのご挨拶で始まり、途中でリズムがゆっくりしたものから速いものに変わります。そして最後に実がはじけて再び種がまかれ終わります。はい、皆様ありがとうございました。それでは続いての曲をご覧いただきます。Thank you.
それでは次はティビアプロペイという踊りをご覧いただきます。歌詞の内容はみんなが友情に結ばれて平和と繁栄を願うというものです。そしてその次のモタナピアップはカンボジアの誇りという意味で、カンボジアの遺跡や自然を称える歌詞に村々で踊られるフォークダンスをヒップホップ調にアレンジし振り付けた創作です。少し前にプレアビヒアというタイ国境の遺跡寺院をカンボジア側に取り戻そうというムーブメントがあったときにとても流行った曲です。それではティビアプロペイ、ケイガの踊り、モタナピアップ、カンボジアの誇り、2曲続けてご覧ください。Thank you.
ក្រុមចំការស្រែក្រុមគុនលើខែលើដែនដីសវណ្ណភូមិនួយទីសន្ទ្រាមក្រុមមកចូលទៅបងប្អូនរស់នៅដោយមានសុខសាន្តមានម្ហូបអាហារនិងលំនៅឋានជួបជុំសន្តានមានសុខភាពそれでは皆様、最後にロバンチュンチャイという踊りをご覧いただきます。歌詞の内容は、清掃した身なり、天使のような姿、美しい声、高い品性、立派な踊りなどの徳を持つ比べようのない汚れのないチュイチャーイと呼ばれる乙女を称えるもので、その名は広がり、人間界だけでなく天界にまで届いているのように歌われています。それでは皆様。
ロバンチュイチャーイ、5つの徳を持つ乙女の舞をどうぞご覧ください。Thank you.
以上でサカラの皆様による舞台を終わります。ありがとうございました。ソマコンチョンポークロムサカダーダイバンノンチューモークハイナウロバンクマイមុននឹងឈានចូលមកដល់កម្មវិធីបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅរបាំបុរាណខ្មែរមួយប្រភេទទៀតដែលសម្ដែងជូនដោយកញ្ញាកសុខានារាជាទេពតារីរបាំបុរាណខ្មែរនៃមន្ទីរសិល្បៈខេត្តសៀមរាបដែលមានចំណងជើងថារបាំបួងសួងដែលជាប្រភេទរបាំរាំសម្រាប់បួងសួងសូមសេចក្តីសុខជូនពរដល់អង្គពិធីនិងគណៈអធិបតីនិងទស្សនិកជនផងដែរដូច្នេះសូមទស្សនាដោយរីករាយ改めましてサカラの皆様ありがとうございました。次のプログラムに進む前に本イベントを支えてくださっている全ての皆様に感謝を述べさせてください。そこでですね、今からシェムレアップ州芸術センターのカンボジア古典舞踊家であるコー・ソパンナラーさんが演じますカンボジアの古典舞踊ロバン・ブワン・スワン祈りの舞をご覧いただきます。このロバン・ブワン・スワンというのは本日のこのイベントご来賓の皆様そしてここにいる観客の皆様の幸せを祈る舞です。どうか私たちからの感謝の思いをお受け取りいただきまして舞踊をお楽しみください。
សូមអរគុណកញ្ញាកសុផានារាលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីបន្ទាប់ដែលនឹងចូលមកបំរើក្នុងចក្រភពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរបក្រុមរបាំកុមារនៃសាលាអភិវឌ្ឍពហុវប្បធម៌ប្រចាំក្រុងយ៉ាម៉ាតូតែសម្ដែងជូននៅបទតិវាប្របីដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញរីករាយទស្សនាដូចតទៅコウソパンナラさん、ありがとうございました。皆様、続いては神奈川県大和市の多文化まちづくり工房の子どもたちが演じます日比谷プロフェイ、慶賀の舞をどうぞお楽しみください。Thank you.
សូមអរគុណដល់ក្រុមកុមារសាលាក្រុមកុមាររៃនៃសាលាអភិវឌ្ឍពហុវប្បធម៌ប្រចាំក្រុងយ៉ាម៉ាតូជាកិច្ចបន្ទាប់លោកអូស្រីទស្សនិកជនមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីបន្ទាប់យើងសូមអនុញ្ញាតជាមួយម្ចាស់កុមារម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី SBI Limit多文化まちづくり工房の皆様ありがとうございました。次のプログラムに移る前にここで企業スポンサー様のご紹介を行います。まずはじめに